大阪なんですが、かなり雨が降っています。まあ、あのランニングしてるときはね、雨はねそこまで風よりは悪くないんですけど、ただこんなに降ってるんでカメラがねやられちゃう可能性あるけどね、これはかなり降ってるな。ちょっとこのチャンスはこのタイプな、降ってますよ、かなり降ってますよ、降ってますよ、降ってます、かなり降ってますね。雨が降ってくるんで、よいしょ、まあ、当たるときは当たんないとやばいっす、よいしょ、まだ覚えたし、大阪市役所前、雨が降ってる、大阪市役所前です。よいしょ。反対側は日本銀行。おお、ダメだ。これ今ね、いい感じで、いいですね。大阪の中心街でございます。いい感じですが、雨が降ってます。雨が降ってます。いい感じですが、雨が降ってます。公会堂。これが大阪の奥の公会堂ですね。素晴らしい大大阪の奥の大阪市中央公会堂、大大阪の異業を表しています。これ本当に素晴らしい大阪の伝統でございます。はい、とってもいいですよね。この流れはいいですよね。大阪市役所からこの大阪市中央公会堂の流れはとってもいいと思います。ということで今英語で雨が降っているにもかかわらず約2分弱の動画撮影を、観光しましたが、この後でですね、これ京阪電車の浪速橋駅ですね、とてもとてもいい、光景が広がっております。雨ではございますが、これは大阪で本当になんか中心街というかラーブウィークスというなんかお店があったり、ここは川が流れています。Distance one。というわけで今安藤忠雄さんのこのですね、子供本能の森中之島の前で、英語の YouTube 撮ったんですが、まあ、とにかくよく降ってますね雨が。これはちょっと濡れすぎでしょって感じしますが、素晴らしいですね。こういう建築を作ったところが安藤先生の本当に愛があるところかなと思いますが、お、バラ園があるのか。ということで安藤忠雄さんの、本の森、子供のそこからこうやって素晴らしい庭がありました。雨が降ってるので人がいません。雨が降ってるので人いませんが、素晴らしい、中之島にあるこの公園、ひょっとしたらこれ昔大阪大学の敷地だったりしちゃうのかな。大阪大学あったもんね昔ね。いやいやいや、いいですね、とっても素敵な公園ね。バラ園があって、まだちょっとバラには早い、バラの季節には早いかもしれませんが、よいしょよいしょ、素晴らしいマリアカラス、パパメイヤ、いろいろなバラのあるバラ園でございます。よいしょよいしょ。そしてここら辺はなんかちょっと人間サイズの足っていうか、中之島の中でもこういうなんかほっこりするエリアですね。本当に大阪の中心なんですけど、雨がすっかり降ってますが、ほっこりするエリアとなってるですね。バラ園橋、いいですねバラ園。
最高ですね。バラがまだねちょっと残ってますよ。あ、バラじゃなかった、桜。でも桜ってバラかなんだっけ、あれ。そうかもしれない。ってことはこれもバラ園だと思ってるいいのかな。これもわあ、桜の花いっぱい散ってる。これがいる。いやいやいや最高ですね。そしてこの公園の突端まで行ってみましょう。あそこは突端だな。いや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 、なんか言えない、いい感じだね。ちょっとねバンクーバーに似てるかもしれないな。この天気だからかもしれないけど、バンクーバーの、ね、思い出すね。いいですね、この公園は最高ですね。素晴らしいな。いや素晴らしい公園だと思います。中之島公園っていうんだな。なんかこれはぐるぐる回る橋があるぞ。おお、あれが取ったんで、なんか橋がある。橋っていうかこの線の、ああ、そうかそうか、こうやって上に繋がってるのか。なるほどなるほど、素晴らしい。よいしょ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 。おお、こうやって上に上がってきた。あ、こっから降りてこられるんだね、この橋から。なるほど、この橋から降りてこられるということで。おお、いやいやいや、大阪ダイナミック。あ、噴水対策にも止まってなかった。噴水がここにあるってことで、節電対策のため9月30日までの間17時以降の噴水は停止していますと。さっきこれ喋ったんですけどね、回ってなかった、桜が綺麗、ね、素晴らしい。中之島公園の突端まで来ました。いやいやいや、雨降ってるわ。中之島公園いいな。おお、中央公会堂が見えるな。いい景色だ。手前にバラ園があるんだな。大阪を代表する景観なんだな。バラ殿橋だ。ということで今もう一個安藤忠雄さんのこの子供の図書館についての、英語の動画を撮ったところですが、濡れてます雨が。でも安藤忠雄さんの建築が素晴らしい。あの緑のアップは素晴らしいですね。さつきが綺麗。大阪市役所のすぐ横のさつきが綺麗。日本銀行大阪支店やな。今日は雨降ってるけど日本経済はどうかな。大阪の中心地を約4キロ弱走ったのかな。雨降ってましたが、降りましたが気持ちいい旅なんでした。特に中之島公園、あれインスピレーションでしたね。この辺りの大阪は本当素晴らしいなと思います。大大阪と言われていた頃の大阪、これ昔の大阪なのかな。うん、何はの町素晴らしい。何は800夜橋大阪、あと川がね非常にまだ残っているところがいいなと思いますね。ということで大阪の旅なんでした。なんだこれは、味が大阪の旅はいいな。